いて5本の指を使った作業として、水筒から紙コップに飲み物を注ぐための技術について説明をします。こちらをご覧ください。これはアシモの頭部カメラの情報です。テーブルの上に円筒形の水筒があることを視覚で捉え、そこに手を伸ばし、指先のセンサーの値も使って水筒を持ちます。今水筒の蓋を開けてました。この際にアシモの指の力のセンサーを用いて、指の力を均等にかけて回しています。また蓋を置く時も、指先の力のセンサーの変化でアシモは蓋をテーブルに置いたことがわかります。このような柔らかい紙コップを扱うためには、人と同じように細かく制御することが必要です。最初にアシモは親指と4本分の指の力を横方向に釣り合わせて掴みます。次にコップにかかる重力と釣り合う力も合わせて持ち上げます。そしてコップに飲み物が注がれた時、その量に合わせて落ち力を調整することで落とさないようにしています。ご覧いただいたような細かな作業を実